い、皆さんこんにちは、コーダです。ということで久々のガルパーやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、久々ですねいやー、正直言うとね、ちょっと僕ね、ガルパーサボってまして、イベントとかもね、あんまりできてなかったんですよ。で、気づいたらね、結構いろんな曲が増えてましたんで、今日はね、あえて初見プレイで、いろいろ、まあ、4曲ほど、プレイしていきたいなと思います。それでは、フリーライブ何からいこうかな。はい、それではこちらからやっていきましょう。 This Game エキスパート譜面ですね。はい、いやー、この This Game は、No Game No Life っていうアニメのオープニング曲だったんですけれども、皆さん、見てましたか？ No Game No Life。 いや、あれすげー俺的には面白かったし可愛かったし、いやー、なんかしりとりが具現化するみたいなやつがあるんだけど、それがね、すごい印象的で、ただのしりとりなのによくここまでうわーっと思わせるなみたいな、そんなことがありましたね。そんなこと、あ、そうそうそう。そしてさ、気づいたらさ、このゲームスキン、このノーツとか、あと落ちてくるこの何背景っていうのかな、もうなんかカスタマイズできるようになってたんですね。あ、やべ、切っちゃった。知らんかった。いつからだろう。で、ちょっとカスタマイズしてみて今これに落ち着いたんですけど、でもそう、なんか平べったいノーツとかもあって、そっちの方がやりやすいかなと思ったら、意外とこの丸の方がやっぱもう慣れてるもんですね、この丸に。No No No Game No Life、 いいね。え、てかさ、これカバーだよね。おっとっとっと、なんかさ、すごい本人の声に似てる気がする。おお、てか譜面難しくない？普通に。チャンチャンチャン、いや、いいな、いい曲だな。え、てかノーゲームノーライフってまだ1期しかやってないよね。2期とかないよね、まだ。歌いたくなっちゃう。あ、カラオケ行きて、あ、やべやべ、カラオケ行きたいとか言ってるから。そう、最近はね、こう、家にいる時以外は、まあ、人差し指じゃなくて親指でやってるんですけど、この親指スキルもね、どんどん上げていかないといけないなと思ってます。おっと、普通にむずいむずいけど、いや、楽しい。これは間にフルコンしたいね。ちょっとフルコンできるか何回かやってみようかな。よし、いけそう。よし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 、フルコンボいった、やった。あー、最後ちょっとドンキドキした。これいこうかな。ふわふわ夢色サンドイッチ。はい、この曲もまだ知らないですね、僕ね。はい、いきましょう。わふ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 わみたいな感じな曲でしたけど、なんて儚いんだ。いやー、このね、音ゲーをね、初見でやるっていうのはね、なかなかね、僕的には楽しいんですよ。まあ、YouTube とかでね、調べれば、その曲のね、譜面とか、まあ、出てくるんですけども、僕はなんか、まあ、サウンドボルテックスとかの音ゲーもそうですけど、まずは自分の手を動かして、目でね、その初見をやりたいなっていう派なんで、なんか、本当に話題になってる曲以外は、もう実機で、しっかりやるっていうのが、僕のこだわりですね。はい、これまたちょっとテンポが変わるというか、曲調が変わるのかな、途中で。知らないのに歌うなって感じ。よいしょ。あ、いいね。ハローハッピーワールドっぽい、なんかこういい感じのふわふわした、なんか、よいしょ、物語っぽいいい感じの曲ですね。お、変わった、ほら、リヒーウフーあ、楽しい、これ曲。そう、あんまりね、やっぱりあのビーマリ系の曲だと、こういうなんかふわふわしたような曲ってそんなに多くないんで、まあ、ポップンとかはありますけども、
あ、いいね。あ、いいね。曲調変わるってやっぱいいね。楽しい。君に呼ばれたならば、うん、あ、ファンタジーだね。いや、ミッシェルほんと可愛いよな。ポン、よーしよ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 し、一発フルコーンできました。ありがとうございます。かっこよかったでしょ。かっこよかったよ。皆さんボイス付きにしてるんです、知ってますか。いつも設定は僕は楽しくてボイス付きにしてるんですけど、うん、いいよね、こうやって声が聞けるので。なんかボイスも増えたよね、やっぱりね。アップデートでどんどん増えてるなぁとは思いますけど。オッケーオッケー、素晴らしい。さあ次の曲いきましょう。あ、これいこう。はい、天下統一 A to Z。 不思議なタイトルだな、また。はい、いきましょう。天下統一 A to Z。 なんかもう手がおかしいかったけど、うん、もう A から Z まで天下統一みたいな、うん、そんな感じなんでしょうかね、うん。よくわかんない。あ、てか皆さんこのハイスピ見にくいよね、若干。やっぱ早いよね、ちょっとね。もうちょっと今度ゆっくりめに設定しようかな。皆さんどれぐらいハイスピ設定してたの。あ、でもこれぐらいがちょうどいいっちゃちょうどいいのかな。よいしょ。あ、ちょっと和風っぽい曲なんですね。お、いいね。いやー、なんかやってなかった時のイベントをちょっとストーリーを見たいけどな。よいしょ。そういえばなんかこの間どっかでこのガルパのライブがあったみたいですけど、よいしょ。おお、おお、いいね。いいな、ライブとか行ってみたいな、こういう。やっぱりさ、あ、スマホでさ音楽を聴くのとやっぱりライブ会場に行って聴くのだったらね、全然違いますからね。やっぱりなんかさっきからすごいビシってる。よいしょ。いいね、いいね、いいね。伸ばしが多いな。ロングノートが多いな。はい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 。あ、絶対これライブ行ったらハッハッて盛り上がるでしょ。トゥットゥカトゥトゥットゥットゥットゥ。よいしょ。これはいいかな。ちょっとミスが目立っちゃったけど、うん、このねロングノートの後のシューがね結構苦手、うん、跳ねるのがね、うん、よしよしよし。まあまあまあ、でも SS 行ったんでいいことにしときましょう。ミス11も出てんのか、ちょっともったいないな。はい、では次の曲いきましょう。ラストこちらいきましょう。はい、ポッピーパーティーの、ライトデライトエキスパート譜面ですね。はい、これも知らんかったな。笑顔のために。でもどんどんやっぱりねアップデで曲が増えるのはやっぱいいことですね。うん、お、ピアノから入るんですね。ドゥー、おーおおおおおおおよいしょ。いや、おお、ちょっとしっかり見極めていかないと難しいかもね。ドゥドゥドゥ、はい。なんか感動系じゃん。ちょっと今涙流したい気分なんだけど。ミッシェル。あ、いいね。よいしょ。助けてください。よいしょ、おお、すごい、斜め移動。よし、待って、左指のさやっぱり羽がしづらいよね。結構斜めに動く。あ、やべ、なんかミスってる。残念ながらフルコンはできなそうですけど、うん、しっかりでも音ゲーっぽい曲にもなってる。よいしょ。あ、やべ、こういうの分からなくなる。あー、やべ、あ、これこういう譜面苦手。そう、あのタタ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 タがずっと続くとね、なんかねよく分かんなくなるんだよね。指と頭がねこう一緒についていかない感じ。うわ、キュー、めっちゃいい曲やんこれ。めっちゃいい曲なのにめっちゃむずいやん。こういう繰り返しがダメ。おいしょ、おお、楽しいな。でもよいしょ、
いや、これをね、やっぱり人差し指だけじゃなくて親指でもね、攻略できるようになりたいですね。はい、ということで、まあ、クリアはクリアしましたけどね。はい、久々のガルパでしたが、いかがでしたでしょうか。またね、ちょいちょい、ガルパ実況もやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。これから楽しみだぞっていう方はぜひ、高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録してない方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、コーダでした。次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。